そのリアルタイムで言ったらバカじゃねえかってやるからね。あれね、マイクで持ってね、まあ、これまた仕事ですがって言って、何言ってたの。11月13日水曜日、1時24分ですね。 24th November だよな、November 13th Wednesday、1:35 一人暮らしの高齢者世帯が32都道府県とか全部じゃねえのか、32都道府県で 20% を超えました。うーん、一人暮らしの高齢者世帯ですね。アロンリビング高齢者、ハイウェイ、ハイエイジ世帯というホール、ハウスホールだね。ハウスホールでアロンオールドパーソン、オーバー65歳じゃね、オーバーだって65 years old が増え続けてます。インクリーズ。昔のあり方が生産者人口より増やした。でね、やっぱね、都会だね。シティエリアが一人暮らしで、そして北海道とかね、東北の方とか九州でも、福岡は高齢者多い、一人暮らしが多いんだけど、鹿児島とか宮崎は少ないんだね。やっぱ誰かと一緒に田舎ほど、そういうとこね、まあしかしね、まあここにも一人暮らしが一人いますけどね、非オールソーザー一人暮らしじゃないかな、アロンリビングっていうか一人暮らし、いても一緒に住まない。うちもそうだけどな。あの一人いるけどね。一人、まあ、たまたまうちは一人、あの結婚してないのがいるからいるんだけど、結婚しちゃうともう親と別世帯にみんななっちゃうんだよな。そう、核家族、核家族。昔は違ったんだよ。昔はみんな一緒にいたんだよな。In the old time、乗った核世帯がない。ニュークリアっていうか核世帯。ニュークリアボムが電気石爆弾、ニュークリアジェネレーションが
ニュークリアパワープラントが、ニュークリアパワープラントが原発、パワープラントが発電所、パワープラントを作る、パワープラントが発電所で、ニュークリアパワープラントで原発、ニュークリアスの要するに核ですよ。で、核家族もニュークリアファミリーするんだ。ね、なんか爆弾みたいだけどさ、なんか放射能が出てんじゃないですか。ニュークリアファミリーね。本当かね、これ。核家族、ニュークリアファミリー。核家族ってこうだよな。だから昔はね、その、あのじいさんばあさんの下に子供がいて、孫がいて、それらがみんなもう3世帯が一緒に住むなんて普通だったんだよな。それが今しない。鬱陶しい、喧嘩するからね。なんか辛いんだけどね。だからもう嫁と仕事目がね、喧嘩するから、もう仲良くできねえから、別々の方がいいやと。情けねえ話だよ。仲良くすればいいじゃないか。自分が稼げるようになったというのは、こんな親とは一緒に暮らしていないというふうに思うのが、これは自然の摂理だと僕は思います。いかがですか？昔なんでね、昔はなんで何だったのって、何時代一緒に行ったかと考えたんだろうけど、多分ね、人間の摂理ある程度、要するに、まあ、60歳とか人生50年で亡くなっていれば、長いとしてるから、ただやっぱね、今世界中がね、その仲良くしないっていうか、要するにコミュニケーションをお互いに相変わらないよね。ね、何上か分かんないけどね。考察した上で、天然バラバラなんだよ。天然バラバラみんな好きなんだよな。で、俺に干渉するな。ね、自分に、俺もあんたに干渉しないし関心がないけれども、あんたも俺に関心を持ったり関わったりしないでほしいよ。これが個人情報保護法みたいなことを。もう個人情報保護法はまさにそれをね、煽ってんだよな。ね。あんた言おうとしたら、それは個人情報だもんさ。コミュニケーションしてるんだよ。第三者の話をしちゃいけないってことは、何もコミュニケーションがあるわけ。コミュニケーションの禁止世界。コミュニケーション禁止世界。コミュニケーション禁止世界。Today's society is a、なんだ、band the relationship each other、give the information each other。 そういう方がいい。そういう方がいい。そういう方がいい。
やめてくれって。やっぱり例えば田中さんの話とかがそう思うんですが、これやめてくれって、私がクビになるって、お前は私をクビにしたいのかって私に怒鳴ったのが、こういうことに加藤君怒鳴りましたよ。いや、その話は私がをクビにしたいのかって怒鳴った。加藤君が何の話をしたの？いや、だから第三者の話をした。ああ、そうです。それをもうすぐクビになる対象であるんだ。重大な話があるのかね。ない。そんな話じゃないよな。田中さんが凶悪犯人でなんとかでじゃあするんで、そんな話じゃないでしょ。例えばの話をしてるわけ。例えばだって本当の話をしてるわけだよ。この前そこを田中さんの後に行って、昨日かな、新店舗が歩いてる、そこからこっちから歩いてる、ね、じゃあ要するに仕事以外の時で声をかけたんだら、それはその限りだな。そう、分からないですよ。頭壊れてるって。分からないですね。例えば政治家の話をして、これ、個人情報だ、これダメなんですよ。じゃあ、僕って勉強する。バベルタワーズシチュエーションね、バベルタワーズ、バベルメイドね。They don't understand each other word、ね、They can't understand, they can't understand, they don't understand each other word、 お互いの言葉が理解できない、だんだんそうなってきてんだよな。じゃあ、あのカーテンはどうですか？どの件？カーテンの学習してないんですよ。学習してない。どんちスタディ。もう、どういうことだから。忘れてんだよね。だからね、普通、危険が去ると神は忘れ去られる。喉元過ぎて忘れるね。Danger past, God forgot.神が忘れる、神が忘れられる、フォアゴッド、フォアゲット、フォアゴッド、フォアゴッドね、忘れ去られる、そう、本当だね。ビームウィンドウィン、ビームウィンドウィンね。まあ、ともあれですよね、まとめなきゃいけないんだけど、なんか仲良くすらいいんだけどな。ね、ジャストゲットアローンね、まあ一人暮らしもいいけどね。仲良くされると困る、まあ、組織があるから、ね、うん、それは情報ど、国家組織は情報を独占したいんですよ。みんながね、バベルの塔じゃなくてお互いがよく知って、うちの親玉こうだよなっていうこと言われて、これ親玉ずるしてるやつはもう家来同士がね、部下同士がコミュニケーションして自分の悪いところを見抜いてほしくねえみたいな、そういう話なんだよな。
一枚のビラに込めた私の怒り、私の願い、一枚のビラに ということです。田中さん、田中さん、ちょっとも時間が制限あるんだけど、彼は昔、83歳なんですけど、森重和さんって方が、森重和さん、こちらの会社の方は、友達が2人いたり、人数がすごく多かった。ちょっと世代が少し、だから上の人だね。私が今76だから、もうその方がどうなったかもう分からないからみたいなことなんですよ。その方は田中さんという、まあ、あの名前がそこに田中哲郎さんというあのお看板も出してますし、お元気なんですか？ おいくつですか今？時間が23、2時から、ね、約束があるんで行かなきゃいけない。あと17分、じゃあもう早く言わないで。私もニュースあげようかと思ったんだ。ニュースだけもらってした方が、ニュースとか健康法を書いた紙を差し上げます。ちょっとまた取りかかったら声をかけて。お名前何とします？私は松本君。松本さんね。83歳の松本さん。もう年だからは怠け者の言い訳。物覚えが悪くて、この前すぐ忘れちゃってた。私は昔から物覚えが悪いんです。すぐ忘れる。すぐ忘れない。お気分気になった。またちょっと、また時にも。